しかし、どうしてまたこんな遠くにしか医者がいないんだよ。腕を選ばなければ医者は大勢いるよ。だけど、あの重症じゃ助けられる医者は限られてきちまう。ガタガタ言っていても始まらん。とにかく急ぐのだ。ああ、分かってる。アルテスタさん、無事でいてくれ。しないな、ロイド。あんなこと言ったって、寒いもんは寒いんだよ。気持ちの問題だよ。つうか、お前その格好、半袖短パンで寒くないの？え？あ、そう言われると、だんだん寒くなってきた。なるほど、気持ちの問題ね。誰だ？入るよ。ロイド、起きてた？外、雪が降ってるよ。道理で、寒いと思ったよ。そうだよね。寒いよね。嬉しそうだな。だって、寒いってわかるなんて、嬉しいんだもん。そっか。ちょっと前のお前は、それもわからなかったんだっけ？ねえねえ、ロイドが寒いの我慢できるなら、ちょっと散歩に行こうよ。いいぜ。見て見て、フラロールの街が見渡せるよ。綺麗だね。ああ。ロイド、覚えてる？クラトスさんが言ってたこと。あいつが何か言ってたか。エクスフィアを捨てることはいつでもできる。今は犠牲になった人々の分まで彼らの思いを背負って戦う必要があるはずだって。ああ、シルバラントの人間牧場でエクスフィアができるところを見たときだな。あれ、ロイドのお母様のことだったんだ。でもあいつは、母さんを怪物にした奴の親玉にヘコヘコ仕えてやがる。違うと思うな。クラトスさん、私たちのことを何度も助けてくれたよ。ロイドのことも守ってくれたよ。それは…だから、きっとクラトスさんは、ロイドのことも、ロイドのお母様のことも、大切に思ってるんだよ。素敵なお父様だよね。もしかして、
それを言いたくてここに連れてきたのか。ね、それもそうかな。ありがとう。大丈夫だよ、あいつが親父だったってこと。今はもうそんなにショックじゃないんだ。オリジンの封印のことか。嫌なこと言ってごめんね。でも体内のマナを放射したら、いくら電子化したクラトスさんでも。分かってる。生きていられるのか、それも分からないよな。だからね、私のこと助けてくれたみたいに、クラトスさんの命を失わなくてもオリジンを解放できる方法を探そうよ。コレット、みんなも分かってくれるよね。そうしようよ。ありがとな。でも俺思うんだ、クラトスにはクラトスの考えがあってミトスについたんだって。だからそれを聞いてみたい。全てはそれからだ。明日、アルテスタさんの具合を聞いたら行くつもりだ。ミトスの千年王国には賛成できない。だから、それを阻止する。ミトスと戦うよ。もう少し近くに行ってもいいかな。ああ。こんなに綺麗な景色、シルバラントみたいに荒らされてほしくないな。荒らさせないよ。そうだよね。今度こそ守ろうね。ああ、知ってるか、ドワーフの誓い第7番。ロイドが一番嫌いなやつでしょ。正義と愛は必ず勝つ。本当にそうだといいんだけどな。心配？それじゃあ、これ。これは？お守り。フラノールの雪うさぎ。幸運を呼ぶんだって。昼間ね、これをアルテスタさんのところに持って行ってもらったの。もう一個はロイドに。ありがとう。ついてるし、お守りもあるし、もう大丈夫だよ。ああ、そうだな。みんな、アルテスタさんはどうだった？峠は越えたそうです。今は瑞穂の皆さんとお医者様が付き添ってくださってます。よし、俺も考えたことがあるんだ。このままズルズルクルシスの出方を待ってても世界は変わらないだろう。だから今度はこっちから仕掛けよう。ははーん、やる気になったか。クルシスの殴り込みだね。ああ、目的は二つ。千年王国設立の阻止とオリジンの解放だ。でもオリジンを解放すればクラトスの命は。まだよくわからない。でもまだ死ぬと決まったわけじゃないし、あいつが俺たちの味方をするかもわからない。わからないことを悩んでる暇はないさ。エターナルソードはどうするの？仮にオリジンの封印を解いたところで、
ロイドでは装備できないのでしょ。私もジーニアスも剣を扱えるのかどうか。それなら心配には及ばねえ。どういうことだ。俺様がどうして魔法剣を使えると思う。テセアラの新技術で魔導注入を受けたからな。俺様は人間だけどエルフの血も入ってるってわけだ。どうだ、これならなんとかなりそうだろ。それならこれが最後の決戦になるわね。わかりました、やりましょう。世界の統合のために。そうだね、私も頑張るね。コレットは残れ。どうして。お前はマーテルの器として狙われてるんだぞ。瑞穂かレネゲードに頼んでかくまってもらうんだ。ロイドがそう言うなら。うん、やっぱりついてく。でも、はっはーん、お前ミトスからコレットちゃんを守り抜く自信がねえんだね。かわいそうなやつ。なんだと。大丈夫よコレットちゃん、このゼロス様が必ず守ってあげるからよ。ゼロス、連れてってやりな。どこにいたってコレットは狙われるんだ。そんなこと分かってんだろうが。男ならビシッと決めな。はっ、珍しくあんたと意見が一致したね。ロイド、今回は悪いけどゼロスの言葉に同調するよ。分かったよ、コレットを連れていく。それでいいな。ありがとうロイド。それにみんな、そんな技術テセアラにあったのかい。あったのよ、なぜかね。いよいよだな、バッチリ決めようぜロイド君。ゼロス信じてるから。何言ってんだよ。まあ俺様を頼る気持ちもわかるぜ。泥船に乗ったつもりでドーンと任せとけって。それを言うなら木の船だろ。そう、それそれ。じゃあまあ行こうぜ。って、なんだっけ。パルマコスタ現象の全文を暗記することだよ。そうだった、俺苦手なんだよな暗記。お前は勉強すべてが苦手なのだろう。うるさいな。でもロイドはドワーフの誓いを全部暗記してるんだよね。すごいよ。そうかな。そうだよ。ねえ、どうやって覚えたの。子供の頃からさ、飯食う前に一個ずつ暗記したからテストされたんだ。で、言えないと飯抜きだったんだよ。そうか、ご飯の中にドワーフの近い記憶成分が入ってたんだね。え、そうなのかな。私も大工おじさんのご飯食べたらドワーフの近い全部覚えられるのかな。いや、それは違うだろう。ロイドの食に対する欲求が一時的に記憶の力を強力なものにしたわけで。大工おじさんのご飯にはエクスフィアと同じ人間の能力を高くする力があるんですね。なるほどな。なぜコレットと話していると論点がずれていくのだ。